こんにちは、シーバードです。今回はボスオーバードライブ OD1 の鳴らし比べ第2弾になります。右の方がこちらですね、ヴィンテージものの OD1 で、こちらまあ OD1 なんでヴィンテージっちゃヴィンテージなんですけれども、後期の方にリリースされている OD1、 違いはというとここのハイフンですね。ヴィンテージは全角のハイフン、そして後期のものは半角のハイフンという風になっております。このヴィンテージの OD1 は79年から80年リリースということで銀ネジですね。後期の OD1 は黒ネジになっております。今回の鳴らし比べはですね、ドライブを動かしながら違いをお聞きいただきたいなと思います。第1弾の時はね、固定でずっとやっておりましたが、今回動かすことによってですね、結構音の違いが分かりやすくなっております。スマホでそのまま聞くよりはイヤホンでお聞きいただきたいなというところですね。では早速鳴らしていきたいと思います。